斜里町役場に設けららられれている台ににには事故発生から半年に合わせ犠牲者をむ人の姿が見られました里町によりますとこの半年間でおよそ2000組が献花に訪れたということです。知れとこを昨日観光船沈没事故では 20人が死亡し、6人の行方が今も分かっていません。同系と海保は知床、半島の西側でおととい、昨日に引き続き集中捜索を行う予定でしたが、天候不良のため今日の捜索は中止となりました。